ね、めっちゃ明るいんですけど。ねえ、なんかだんだん冬が春へと白飛びしてるね。それな、ここライトつけたら変わるかな。いや、ここを暗くすればいいんか。ちょっと待ってください。え、どうかな、変ですか後ろが真っ白ですけど。まあ、いっか。もうちょっと暗くなってきたらライトつけばいいか。こんばんは。皆さんお元気ですか。私は何か絵を描こうと思います。私は今から鬼の絵を描こうと思います。皆さん応援してください。え、待って、私カレンダー載せてないですよね。え、そう思ったんだよ、今日お昼さ、あれ載せてなくねと思って。もう15時、17時から載せますね、後で。え、マジ忘れてたまあいつものことつぶんですが、ウェハースされてます。ウェハースない、もう私の近所ないんですけど。ウェハースマジない、ピエン、そもそも売ってない。多分ください、東京に行きたいウェハース本当に。今日の髪型はそう、さっきちょっと前髪をピンで止めてたんですよ、こっちにバーって、ね、全部。それちょっと癖がついちゃって、あーやばいねってなったので、上だけちょっと癖がすごいとこだけまとめました。ちょっと薄めですね。日本巻きとかお家で作れないの。日本巻きはあのね、作るんだ、あれ分かんない、食べますよ。でもえ、あ、多分あの頼んでた気がする。なんかすごい美味しそうなさ、日本巻き、あ、頼んだんです頼みました、近くのなんかお店でそう頼みました。めっちゃなんかさ、キムチとか入ってるすごい美味しそうなやつがあったんですよ。だからこれ頼もうかって頼んだ気がする。みんな恵方巻き買いました？作る方いるの？
絵本巻きあんま作んない、いつも買ってんのかな。確かに作んないですね、うちあんまり。イケイケで明日から2連休でテンション上がってます。それはテンション上がりますね。うわ、いっぱいいっぱい休み楽しんでください。それはテンション上がるね。ふう、ヤッホーいう感じやん。おめでとう。お疲れ様です。ゆっくり休むんだよ。私は今鬼の絵を描いています。 夜ご飯はその恵方巻きを食べますよ。恵方巻きと、あと手巻き寿司、手巻き寿司、手巻き寿司をね、食べるんですよ。で、今日の朝さ、実はひっそりとさ、インスタ投稿したのよ。見た？なんかすごい、スリムな鬼になっちゃった。まあいいや、オリジナリティを溢れさせたい。マグロの恵方巻き食べた？いいな。マグロいいな。それは美味しい。見た？カレンダーに載せてたやつですね。やっと載せる日が来ました。待っていたのです。あ、ツインテールの日だから、ツインテール、今日ツインテールの日なんだ。22だからね。確かになんか節分のことしか頭にいなかったんですけど、ツインテールの日なんですね。私でもツインテールね、しないですよ。しないというか、ちょっと髪伸びるまでね、しないよ。ツインテールしたいな、早く。生写真の締め切り今日の12時59分まででしたって。嘘？今日のお昼？昨日は早く寝たの。昨日は早く寝ましたかね。寝ましたよ。 はい。 ツインテール、猫の日は、猫の日は今日じゃないですか？ 22 日？猫の日みたいな。猫の日って2月に12 22はいっぱい何でもね。お昼の、そうだったのですか。じゃあまあ朝に出してよかったですね。夜出そうかなんかないんだけど、今日の朝、2月22が猫の日みたいな。ふう、なるほどね。 よかったよかった。猫の、でも何も、そっか、猫の、猫を皆さん飼ってますか？ 犬飼ってる人と猫飼ってる人だったら犬が多いか。どうなんだろう。でも猫、そうだよ、犬が多いよね。私の周りも犬が多いですもん。猫も多い。今回の生セルフ写真、準備に時間かかってるんですか？セルフ生写真、みかんの？そう、いや、あれはもうね、みかんを持って泊まっただけですから、ソファーでみかん。みかんを2個ポッポって取ってきて、
ソファーに座って親に撮ってもらいました。 Yes。 あともう一個もありますね。マフラーなんか、はい、マフラーつけてるやつ眩しかったです。みんなは猫派？この話この前もした気がする私はまあどあんま触れ合わないから、見るのはどっちも好きだから。いやー皆さん豆まきする豆まきしますか。みんな今は鬼のイラストを描いてますよ。鬼の絵。今日はなんて言ったって節分の日ですから完成へと近づいてきております。1匹できました。ちょっとお披露目したいですが、もう一方来たいと思います。豆きしないの。あ、出た丸ボーロ。今日で終わっちゃうかなこの豆も。なんか面白い話しましょう楽しい話。ライトつけた方が良さそうですね。よいしょ。ちょっと待っててください。豆食べないので0歳です。いいでございますね。ウェハース、呪術廻戦のウェハース売ってないしすぎるんだけど。ここにありますか。あ、169日目でした。お、クセ強。クセ強ポーズ。ジャケ写っぽいですよ。CD のジャケ写。このジャケ写のじゃあ皆さんにあのお題です。
このジャケ写の曲名を答えよ。待って、顔笑っちゃダメです。これは笑うやつじゃない。クールな感じですね。このジャケ写の曲名をシングル曲。こうしたらやばい。やばいでしょ。何かな。私の顔ってなんか特徴なんかないかな。鬼さんのイラスト描くなんて何歳ぶりだろう。やばい、面白い。鬼の絵を描きながら面白いですね。そうだ、お絵描き配信です。みんな今日もお疲れ様です。今日は何曜日？火曜日？火曜日です。火曜日ですね。どんな一日でしたか？私はなんかさ、今日朝起きた時にアロマディフューザーを置いてるんですけど、あのベッドがあって枕元にこうやって枕元ちょっと上の方に置いてるんですよ。棚の上というか机の上というかそこにそれを置いてるんですけど、コードがその間に、その棚との間に、机との間にコードが、そのここにアロマディフューザー置いてて、コードをピューンってぶら下げてるんですよ。で起きたらさ、そのなんかよく分かんなかったけど、枕ブハーンってなんかひっくり返しちゃって、コードがボハーンって絡まってベシャーンって落ちちゃって、朝からびしょびしょになりました。枕がそんなことがありまして、朝はすごい目覚めが よかったです。すごい目覚めました。今日なんか夢見たんだけど、忘れちゃった。朝はちゃんと覚えてて、覚えとこうって心に決めたのに、もう忘れちゃったな。どんな夢だったかな、どんな夢だったっけ。
思い出せそうで思い出せない。さあ、うまく書きました。私の鬼の仮面が2つできました。さあ完成です。じゃーん、あ、白飛び、じゃーん、ちょっとイケメン風にしました。これはノートから外しますね。うえい、鬼は外、服はうち、パラあパラパラかけてくれてる、ありがとうございます。はい、ひょっこりはん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 。そしてもう一つが、じゃーん、これは誰だと思いますか。あ、ちょっと反転してますよ。じゃん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 、はい、ひょっこりはん、どうですか。これがちょっと裏物に書いちゃったな、一枚ずつが取れなかった。ちょっと老けたちょっと老けたんですけど、見ちゃいましたね。え、誰や、私です。自分の顔を見て描きました。特徴を押さえたらこうなった。見て、この唇とこの口の上にあるほくろ、これが私のチャームポイントですからね。そしてこの凛々しい眉毛と大きなお目目、そして長いまつげ、そしてお鼻と、ここのおしわ、あれ、シワ、このしわがすごいくっきり出ません。みんな出るもんかな、怖い、なんかね、出ちゃう。眉毛眉毛ちょっと強調しすぎましたね。ここまでない、もうここまでないですけど、ゲームこれです、私です。吉田カレン、弱そう。めっちゃ究極に弱そうですけど、ちょっとちゃんと遊びを用意してます。入れております。妹にプレゼントしてあげようと思います。いらないか、いらないって言われるかもしれない。いいですね、節分に。
さわしい企画でございます。超自信作。ちょっとこれ取っといてください。いくよ。ちょっと前髪かぶせたらやばいよ。めくって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 、せーの、カレンダー。 AKB48 チームメイト福岡県代表の吉田カレンです。よろしくお願いします。まんまや、図書館で勉強してそう。いけるそれは。愛着が湧いてくるでしょこれは。いや、おりそう、マジでおりそうじゃないですか、こういう人。私にはちょっとあれですけど、マジおりそうだよな、こんな人絶対おるよね。どっかのアニメ、漫画とか探したらこんな人おり出てきそうやん。これはお友達です。この子はすごい真面目で図書館で勉強してるんですけど、このスポーツ万能なやんちゃくんが誘って2人を仲良してたんです。以上、私の描いた鬼たちでした。イエーイ。怖い、恐怖。怖っ。ここで配信に入った方はびっくりされます。でございました。良いね。以上。上に出てきそう。え、うまいですか？そうでしょ。私はお絵かきヘタッピーエイトちゃんに選ばれたことがあるんですけど、うまいよな。相当うまい方だと思うんだけど。妹にプレゼントしようと思います。どんな反応をくれるのか。さあ、私の節分のイベントは終わりです。スクショしてくれましたか。うん、ピカソの野郎。そうやね、ウィルソンに見抜かれるほど。どんな反応したか報告します。
みんな私に聞きたいことはあるかい？ちょっとさようならします、この方は。さあさあさあ、お話ししましょう。なんかみんな私に聞きたい話はあるかい？最後に聞きたいことは何でもくれや。これが最後とぜ。妹に豆ぶつけられるイメージじゃないの？なんやそれ。ないです、私の妹は私に豆をぶつけたりしない。親にぶん投げつけると思います。すごいなんか久しぶりな気がするな、節分なんて。恵方巻き食べるよ、めっちゃ楽しみです。お腹すいた。具は分かんないんですけど、あのキムチは入ってました。キムチが入ってたからね、決めたんだよ多分。キムチは絶対入ってた。母はキムチが好きなんですけど、あキムチは好きじゃないか。え、キムチ、うん、そう、キムチ入ってるから美味しそうやねみたいな感じで頼んだと思うんですけど、昨日親、母がそれを頼んでるんですね。父にそれ言ってたら、父はあのキムチが大嫌いなので、うえーって言ってました。ね、私ばっかりと。でもみんな食べんとダメですからね、恵方巻き。キムチ出た、ほんとね、またキムチの話題だよ。キムチもあんま買わなくなりました、あのキムチの件があってから。いつか一人暮らしする日が来たらたくさん買おうと思います。いやキムチね、みんな苦手なんですよ、私の家族。だから母が逆にそれで買ったのは意外ですけど、弟も無理って言ってた。ああ無理無理みたいな、抜けばよかいなって言ってたけど、抜いたって風味が残るとよって。みんなキムチ苦手ですよ。吉野家のキムチ好きです。食べてみたいですねそれは。今日はイチゴを食べました。昨日の朝も食べたんだけど、今日の朝も食べた。美味しいな、ずっとイチゴ食べれる。イチゴだけで生活、イチゴ狩り行きたい。え、吉野家のキムチはスーパーで売ってるんだ。あー、なんかキムチってさ毎回迷うんですよね。なんかいっぱいあるけどさ、結構美味しい、なんかやっぱは分かれるというか、味なんだろう、当たり外れというか、なんだろう、差があるじゃないですか。だからすごい悩むんだよ。でも分かんないじゃないですか、どれが美味しいかとか。キムチの有名なキムチとかなんかよく分かんないし、だから適当にパッケージを見てすごい美味しそうなのを買うんですけど。吉野家の気持ち買ってみたいな、買ってみよう。今度迷ったらそれを買います。からし高菜、あーからし高菜、いや美味しいですよね。だからからし高菜を一回食べちゃうと普通の高菜じゃ物足りんくなる、あるあるです。私は、私だけのあれですけど、どうかな。めっちゃ美味しいよな、超美味しい、あれはすごい美味しいです。
キムチ鍋ね、キムチ鍋、キムチ鍋はみんな食べるんだけど、キムチは不意に食べたくなるよね。それな、急にね食べたいってなるよね。保存料が入ってないのが、お、なるほど。業務スーパーに売ってる確定系は美味しい。業務スーパー行ったことないですね。テレビでいつも見て行ってみたいなって思ってます。うまキムチ、え、なんか聞いたことある気がする。そう、キムチ単体だとみんな食べないんだよ。私の。カレンちゃんが食べるのは酸っぱい系、え、どうだろう、酸っぱい系かな。あ、焼肉、焼肉屋さんに行ってさ、まあ、めったに頼まないですけど、キムチすごい、え、今日めっちゃ食べたいみたいな日がたまにあるんですよ。うわ、すごい食べたいなみたいな、頼むんですけど、めっちゃね食べきれん、なんか絶妙にギリギリ食べきれん量です。なんか3口くらいは美味しいけど、美味しいけど、それ以上がね。飽きる。だからといって家族に誰も食べてくれる人がいないんで。もう焼肉屋さんでキムチは頼まないとね、決めました。いや、この前焼肉屋さん行った時、チヂミがめっちゃ美味しかったな。めっちゃ美味しかった、チヂミ。初めて、なんかなんとなく嫌ってたんですよ。嫌ってというか食べなかったんですよ。なんかみたいなみたいな、そんな美味しいみたいな気持ちでいたんですけど、ある時友達にもらって美味しいってなって、この前ちゃんと頼んだんですよ、焼肉屋さんで。めっちゃ美味しかったんですけどね、もちもちしてた。なんかイメージと違いました。もちもちしてました。焼肉でキムチ飲んだら最後無理して食べる。ね、無理して食べちゃうよな。そうそう、最後の方ちょっときつめ。そう、飽きが来るよね。なんか一飲む量はそんな、ちょこちょこが美味しいですね。上のカチモチの韓国料理屋さんの本場キムチ、え、上のカチモチ、カチモチ、韓国料理屋さん行ってみたいな。韓国料理屋さん行ったことないか。あ、なんかほら、なんだっけ、韓国みたいなところあるじゃないですか、東京に。なんだっけ、忘れちゃった。そこでなんかチキンとか、チーズボールめっちゃ流行ってたじゃないですか。それをヒカルンとミスさんと食べに行ったことがあります。あのさ、東京にもう若者が集う韓国みたいな、そう、そこで食べました。めっちゃ美味しかった、チーズボール。また食べたい。いいなぁ、東京に住んでる人、あのチーズボールというのが食べたい。また食べた、めっちゃ美味しかった。めっちゃもうずっと食べれる、あんなの。チキンもめっちゃ美味しかったし、あ、新大久保です。そうです、新大久保でしたね。韓国みたいな、そうそう。チヂミのタレ、わかります、タレね。それな、タレがいいよ。ビビンバもめっちゃ好きです、私。ビビンバ美味しいよね。福岡市内、え、
嘘、福岡市内にもそんなのが食べれるお店が、そう、私絶対東京にしかないと思って諦めてたんだけど、めっちゃ美味しい、感動した。感動しました。みんなは明日地球が終わるって思ったら何を食べますか。これ悩むよね。私好きな食べ物多すぎて選べません。オードブルください。私の好きな食べ物が詰まったオードブルに。そう。ヤンニョムチキン、ヤンニョムチキン美味しかったな。うわ、意外と結構あるんやな、チーズボールとか。絶対東京でしか食べられない食べ物だと思ったんだけど。新大久保人多かったですね。あれはもうすごい昔のことですね。ビュッフェ。いいね、ビュッフェ。あ、すごい、ペンライトが出てきた。福岡舐めたらあかんね、ほんとよ。福岡強いな。プリン、プリンいいね。なんかプリン優しい。優しい。あー、麻婆。え、なに、ラーメンかな。うわ、何かな、餃子。ママの作った餃子。おお、お腹いっぱい食べるかな。うわ、選べ、アイスも食べたいし、普通に最後の晩餐でしょ、餃子かな、カレー、いや、和食。そこは日本といったら何ですか。お味噌汁、白ご飯ってなるかな。地味、白ご飯かも。私お米が大好きなので、お味噌汁とか豚汁、豚汁いいですね。マグロいいね。焼肉、焼肉は満足感がありますからね。いや、難しいね。アイスマン、アイスまんじゅう食べたいな。ステーキとフライドポテト嵐。いいね、ステーキ、いきなりステーキ、いきなりステーキ行きたい。締めにチョコレートケーキホール、いいね。おしめんと最後に満足できたいな。え、じゃあ明日地球が終わると思ったら、終わるとしたら誰に会いたいですか。いや、それ家族かな。いや、それぞれですよね。私は誰に会いたいかな。家族で過ごす。壮大な話。推しメン、じゃあ推しメンと、あ、推しメンっていうか、まあなんだろう、メンバーとご飯を食べれるとしたら誰と一緒に。え、それ推しメンか。どうだろう、でも美味しそうに食べるメンバーと。いや、それは推しメンと食べたら幸せですよね。
押したかけなきゃ火投げた。あー確かに爆笑で終えられそう重い話やん、激重いいえ、最後なんて分かりませんからね、悲しい。食べてて美味しそうに見えるランジ、確かに美味しい、超美味しそうに食べてくれそうライブ行きたすぎてライブ行く夢見た。多そうやな、でも最近握手会に行く夢とか見てる人多いんじゃない私もライブしたいですね。あ、もうお絵かきしてないのに次行きます。イエーイ。いやー、なんか楽しい話したいね私の口癖はこれに変わりましたね。え、昨日夢 見た夢を思い出したいな。何だったかな。もう絶対なんかすごい印象的な夢を見たんですけど、はあ、思い出せないな。すぐ何見たかな。もうやめますわ思い出すのやめます。今日は面白い夢見れるかな、まあ、できれば見たくないですけどね、夢は みんな寝るときは靴下履く私は履くんですけど、履きますどんな、じゃあみんなが最近見た夢を教えてください覚えてないか覚えてないよね。妹ちゃんの爆笑エピソードですか。爆笑エピソード、そうだな、今日ずっとゲームしてました。ないな、爆笑、今日爆笑してないな、まだ妹で。スナック菓子のビッグサイズだったかな、それは分かんないんですけど、スナック菓子を袋に入ってるをママがね、弟のために買ってたんですよ。あの人よくお菓子食べるからなんですけど、ちょっとそのニーニーの分も残しとってねって言われとって、はいって言ってちょっと食べてたんですよね、ちょこっとだけで。なんかいろいろしてたら気づいたらもうパラパラくらいしか残ってなくて、ちょっとびっくりした爆笑エピソードで私がびっくりしたエピソードです。すごい食べるんですよ。なんか最近はお菓子、もうお菓子は大好きなんですけど、ご飯もすごい食べるようになってきて、まあご飯は食べれるときにいっぱい食べとけって感じなんですけど、めっちゃ食べる、すごいです、びっくり。
もうね、すごいですよ。ご飯とかめっちゃおかわりするんですよ。ご飯ね、おかわりするんですよ、本当に。なんか自分で茶碗、お茶碗持って、次に行くんですよ。で、自分でついで食べるの。2杯くらい食べます、いつも。私以上に食べますよ。ストレスかな、ストレスかしら。いや、めっちゃ健康、超食べ盛り、食べ盛り。 めっちゃ、だってもう大きいもん、もうすでに一番大きいです、身長が。そのクラスで男の子より、どうだったか、男の子より大きかった、男の子より大きかった気がする、だったっけ。だから2位の分はもう残ってなくて めっちゃでっかいです、超強くなりそう、強くなりそう。でっかちゃんです。わかんない、なんか横に大きいのかなって不安になるんですけど、まあ、お友達と一緒に見てたら、まあ、そんなこともまだないんで安心ですけど。食べても太らない体型かな。弟とかはもう食べても太んないんですよ、あんまり。どうだろう。だから私の妹も身長がすごい大きくなりそうです。もう弟と同じ、マジいろいろと。ね、そうね。動物の森どうなった？動物の森はなんかずっと変わってないです。あんま変わらないです、ずっと。いや、片付けないとなと思うんですけど、すっごい散らかってるんですよ、あの島が。妹によって荒らされたのです。だから、妹は好きでやってるんですけど、すごい荒らされちゃったんですよ。だからね、いや、片付けなきゃなと思いつつ、あれは相当な時間とがかかるので。島が散らかるのよ。なんか床とかめっちゃカラフルになっとるし、変ななんかライトみたいなのがいろんなとこに 立てられとるし、水槽とか虫かごとかがいっぱい置いてある。で、私の父がね、魚釣るんですよ。なんか実際にも魚釣りは趣味だし、すごい魚を釣ることだけを楽しさを見出してるなんですよ、あの動物の森にて。で、サメとかを捕まえると絶対、ちょっと空いてる土地に集めるんですよね、水槽に入れて。ちょっと空いたスペースにサメとか大きい魚、大物の魚を集めるんですよ。で、一時したらもうそろそろ売るかってなった時に売るんですけど、それが何度も繰り返されます。だからサメ、大物の大きい魚たちが集められてます。サメ飼ってる、そう、サメ飼ってるんです。だからさ、ちょっと変えたいですね、変えたいですけど、新しいカセットも欲しいな。マリオカート欲しいんだけど、マリオカート、散らかり方が面白そう、そうそう。 なんか床、地面、
貼れるんですけど、好きなデザインでめっちゃピンクのやつをタイルみたいなやつ T の字に貼ってます。 T とか言って癖が強い、癖が強いですけど妹5歳です今。かりんちゃん妹ちゃんくらいの時小さかった、めっちゃちっちゃくて超ガリガリだったんですよ。すごいガリ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 カリカリカリレベル、カリカリレベルでママも言ってたもん、かりんはもうめっちゃガリガリやったとりねみたいな。え、マリカーすると体も後ろ動いて分かりますよね。それな、止まった？